どうもこんにちは、フリーズ大臣のヒイラギですけれども、今日はね、マックスっていう片腕を使って行う、フリーズをご紹介するんですけれども、かつてジョーダン紹介しましたね。覚えてますか？もう20年以上、いや2年以上前の話なんですけれども、入った、ミスった、普通にミスったわ。もう一回チャンスをくれないか。倒立の状態から崩して、って感じです。そしてですね、突然のプロゲーミングチーム の宣材写真になってしまったんですけれども、今回のマックスがどういうやつかというと、これちょっと入り方がね、さっきのジョーダンと違いまして、よく見てください。よくシカとその眼に、こんな感じです。こんな感じですね。もう一回やろうか。もう一回別の形でやると、あ、やらなきゃよかった。だからですね、突然の麻生太郎なんですけれども、マックスの方が、側転を途中で止めるみたいなイメージだから、ジョーダンよりやりやすいんじゃないかなと思って、はい、ご紹介しますね。なんだけどね、このマックス使う人もほとんどいなくなってきての、寂しいの、初心者はないこうよくな、こうやってこうなんかこう決めてからこう入ったりするんじゃが、もう手だれのものになってくると、のみなマックスなんと使わんのじゃ、寂しい時代になったの。ということで、紡いでくれ、このあれを、歴史を、君たちが。はい、まず側転をします。側転、このままね、横にね転がっていきますよ。このままこのまま横に手をついて、よいしょってこれだと側転なんですよ。側転、もう言わんでも分かる側転。これを一回途中で止めてみる。どのポイントで止めるか。最初はね、そうね、普通に真上でこう、全然止まらなかった。今度はちょっと腰の角度気をつけてみてください。これが腰がですね、ちょっとこっちの方向でやるから、向こうに向かって側転するとしたら、腰がたま後ろに流れちゃった場合どうなるか。こうなるんです。こうなんです。体が反ったまま入ろうとすると、これまた別の技なんよね。これってな、大小大きいだろ。はい、そして仕上げに入るんですが、今まではね、こう側転、本当に側転に入るように手を遠くについてたと思うんですよ。これを内側についてください。自分の右足をちょっとずらすって感じ。ちょっとずらして、このできたスペースに右手を突きに行くようなイメージなんで、こうです。こんな感じ。一回やってみると、ほい、こんな感じですね。こんな感じ。側転の軌道のままだと、どうしてもこっちに今勢いがついてるんで、それをガッと止めることになってしまうんで、体がね、正直こう流れやすいんですよね。なんだけど、この元いた自分のポジションに手をつくことで、そんなにその軸というか重心をずらさずにできるから、あんまりね、体がそのぶれたりこう揺れたり、フリーズにこう支障があることが少ない。日本語下手くそね、お前。足の形はね、何でもいいと思いますよ。基本最初開いたまま、最初は本当になんか側転を止めるようなイメージで、ふっ開いたままで、でだんだんそうですね、最初に振る方の足とは反対の足をこう曲げてあげる。これがやっぱ一般的な形だよね、このこれが。はい、そんぐらいかな。あとは僕今右でばっかやってたんですけれども、できれば左でも振ってちょっとできたわけです。ちょっとなんか足をこういうある程度耐えられるというか、左手でも少しこういう遊びができたら素敵やん。めちゃめちゃ素敵やん。めちゃめちゃ。はい、以上ですね。ということでね、どうでしたか、片腕フリーズ大臣がお送りするマックスコーヒー講座。最初に言った通り、あんまりこう実践で使う人は少なくなってきたんですけれども、なんかエアーの基礎トレとかでね、やっぱり使ったりもするし、忘れちゃいけない、時々でいいから思い出してください。素敵だね、君の街へ腕の中、裏筆よ。